今流行っているそうですが、どうして至って健康な子だったのに。よく会いますね。安西美希子。いい加減、覚えてくださいね。どっちにしろ私のこと忘れられなくなると思うけど。ミッキーって呼ばないでもらえます？別に。どうして？国見ってさ、お兄さんの妹の方だけど、不愛想よね。なのに国見って密かに男子に人気あるのよ。おかしくない？ムカつくけどね。私の方が人気あって叱るべきだと思うんだけど。じゃあ国見の方が私より可愛いってこと？もうムカつくな。兄弟揃って何なのよ。あいついつも済ましてお高く泊まって、なんでそんな偉そうなのよ。けど、そんな顔ももうしていられなくなる。ドラマの話忘れた？本人がどう思ってるかなんて問題じゃないの。しないしないんなこと、そんなのつまんないし。それじゃあ先輩、さようなら。
ううん、全然平気。ただ、私が気を失っちゃったから、そのことはすごい心配してたけど。はあ、私もびっくりしちゃったよ。そうだね。あんな風に倒れるところなんて見たことなかったから。けど、なんともなってないってことは、攻撃じゃなかったのかな。私が心配なのは、やっぱり大人は頼れないのかなってこと。だって実際に本人に怒ってそれでも気がつかなかったってことは、私たちがいくら口で言ったところで。そう警察に行っても無駄かな。やっぱりもっと意味ないんじゃないかな。とりあえず敵なんでしょ。自分でそう宣言していたからね。怖いっていう感じはあんまりしなかったけど。そうだね、ただ嫌な感じはした。うん、フグ大典っていうのなんとなく実感できた。絶対に一緒にはいられない、そういう感じ。時々クラスの半分けで揉めるけど、それに似ているかな。問題はどうすれば倒せるんだろうってことだよね。あれがいなくなれば虫食いも収まるかな。だって絶対無関係とは思えないよ。だよね。けど倒すって、欲しがりません。勝つまでは一億総火の玉、打ちてしやまんだね。なってる。
そうだね。消火。違うよ、トーリさん。あれ、あれ。マジで？すごい。すごい！京介！あ、まただ。逃げた？京介ちゃんにビビったんだよ、きっと。うわー、すごいね、ほんと。やっぱりお兄ちゃんだよね。
何？ううん、嬉しいよ。ただびっくりしすぎちゃって。私の兄貴、何しに来たんだ？なんか手招きしてるみたいだけど。やだな。いや、とにかく逃げよう。うわ！